皆さんこんにちは、もんまみきです。今日のプートンはまこちゃんです。まこちゃんの人気が今すごく上昇中です。なんでですかね、わかんないんですけど、ね、ここ最近の戦金通商物語は、お勤め先から帰ってきて撮ったりしてたんで、ずっとお洋服だったんですけど、やっと休日に撮影が可能になって、お着物を着れました。お着物やっぱり落ち着きます。心落ち着きます。で、今日は戦意金通商物語60話なんですけど、たまたま、NPO 法人の事務所でスタッフさんとお話ししてたら、なんか情報漏洩の話になったんですよね。その内容は忘れちゃったんですけど。情報漏洩といえば、私が戦意金通商の知見で、訪れた企業さんなんですけど、知見の案内メールが届いた時に、知見対象者の方のアドレス全部 to で来てて、あって思って、で、返信で情報漏洩ですよって送ったら、なんか謝罪のメールがまた来て、気をつけますっていうのがあったんですけど、なんかそういうことがなんかあったら、なんか知見断った方が良かったのかなって、ちょっとなんか心配な会社だなって思っちゃいますね。うん、なんか新人さんが送ったのでって言ったんですけど、なんか新人さんが送るんだったらダブルチェックぐらいしてほしいなって思って。今思うと、なんか他にも、なんか大事なものを新人さんに任せて漏洩しちゃったらどうすんだとか思います。実際にそのメールの後に変な人からメールが来たりしたので、アドレスを変えはしたんですけど、ちょっと怖いなって思いました。でも、メールの to,bcc, 順番逆になっちゃったな。を、知らない方結構いるんですよね。私も事務職で働いてて、なんか、ベテランの社員さんに話した時に、何その cc とか bcc とかでとか言われたことあって、なんか社外にメールを送らない部署だったりするともう to しか教わらないみたいで、知らない方もいるんで、これはなんだろうな、入社した段階で研修で教えた方がいいんじゃないかなっていうのを感じました。もう、まあ、結果的に知見で戦意金通商が分かってよかったところもあるんですけど、メールは、きちんと教育しておいた方がいいねっていうのを思い出して動画撮りました。では、今回は以上になります。いつもご視聴ありがとうございます。では、失礼します。